どうもガイエルです違うか、吉田サラダです。 We love スワローズっていうことで、5月2日ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ7対8で負けちゃいました。大切な試合やったのに、エースライアン投げたのに負けちゃいました。いやー、この試合がね、僕大切やって言うてたんですけども、終盤、清水投手打たれちゃって負けちゃいましたね。打線ね、頑張って打ってたんですけども、なんかね、エラーもありリズム噛み合わなかったような気がしますね。悔しいです。でもですよ、まだあります。これね、毎回言うてんちゃうかとか思われそうですけどね、本当に大切なのはホームに戻ってきてからの戦いだと思うんですね。そのホームに、強い阪神タイガースを迎えて、ヤクルトスワローズがこの状態でどう戦うのか、ずるずるいってしまうのか、それとも踏ん張れるのか、次明日休んで次の試合が本当に大切だと思ってます。今日やったんちゃうかいとか言われそうですけども、明後日です。明後日負けたらズルズルいっちゃうかも。いや、怖いまあね、頑張ってもらいましょう。私事なんですけどね、引っ越し完了しまして、でもね、片付けが全く終わってなくて、今もね、座る場所なくて、これ立ってるんですよ。立って撮ってますそういう状態なんですけども、ヤクルトスワローズが気になって、引っ越し作業が進まない。どうか買ってほしい。次はお願いします本日は以上です。午後スワローズ。あと今ポケット Wi-Fi は持ってるんですけどね、その Wi-Fi が電波入らないところに一個行っちゃったんで、ちょっとね、パソコンは使えなくて携帯で編集やっております。どうもすいません、もう少々お待ちくださいね。それでは